里崎チャンネル。こんにちは。さてさて、はい、今日はちょっと小道具があります。はい、はい、お習字を今日はしようと思います。お習字なんて何、いつ以来かもわからんぐらいの、いや筆ペンとかは使いますけど、はい、本当の筆墨汁って、はい、ほぼ学生の時以来かな。本当ですか。はい、筆ペンは使いますよ。はい、私去年書きました。何ですか。あのこれと同じような企画で、はい、あの去年担当してた番組でやりました。はい、そうです。あの、はい、ちなみに今日やるのは、はい、あの今日多分今日発表されてると思うんですよ、はい、あの今年の漢字一文字、はい、よくあれ清水寺でしたっけ。清水かな、はい、あので発表される、はい、今年の一文字はみたいなのをまずは予想、はい、僕と墓場さんが、うん、多分今年の一文字これちゃうかっていうのをまず予想して書きます。はい、でその後に自分自身の今年の漢字一文字を披露して、はい、今年を振り返っていこうっていう。言えばあれ今年の自分のも書くってことですね。はい、あなるほど。私来年のも書くと思ってました。来年の目標書くと思ってました。何ですか今年のす。まずまだ終わってないですから。あそっか、はい、今年のですか。今年のす。いやもう考えてない。今年の漢字一文字です。自分の今年自分の2019年令和元年のを1年を示す一文字ですよ。はい、まあ、ちょっと書きながら考えよう。はい、まずはじゃあ予想しましょう、うん、はい、何が今年の漢字一文字選ばれるか。そうですね、はい、日本これも言っちゃっていいですか。いやいや書いて書いて出す。はい、じゃあ書きましょう、二人で。二人で。はい。どうしようかな。字わかんなくなった。なんていう字書いて書くんですか。嘘でしょ。こうじゃないですか。こうで、はあ、でちょんちょんじゃないですか。はあ、でちょんちょんじゃないですか。あそうそうそう、はあ、こうでいいんでしたっけ。はあはい、きたねえ字。あこうだこうだこうだ、はあ、ダイナミックにね、はい、これは本当に一発勝負ですからね。何回も書き直ししないですから、はい、はい、予想はこれです。はい、和です。和、はい、なんで和ですか。まあ令和元年っていうのがありますよね。まずそういうことですね。はい、令和元年っていうのがあるのと、はい、あとはそのなんていうんですかね、ラグビーもそうだし、はい、あのワンチーム、はい、やっぱ和じゃないですか。ワンチーム、ワンチームの和ですか。ワンチームっていうのはチームみんなで一つになるってことじゃないですか。はい、あ一つになるっていうはでもその和は輪っかの和ですよ。いやいや和なんですよ。あそうなんですか。はい、はい、でそれとあと今年渋野日向子ちゃんが全英勝ったりとか、はい、あと大阪直美ちゃんが全豪とか、はい、あの4大メジャー勝ったりして、はい、やっぱこう日本を世界にアピールっていうところで、和国って昔言われてたじゃないですか。そうですね、はいはい、っていうその日本への世界のアピールっていうのと、はい、まあ、今年あの台風とか大雨とかいろんな災害がありましたけど、うん、この日本が一つになって困難から立ち向かっていってみんなで復興していこうっていう、うん、日本全国の和っていうので今年はこの和が清水寺で書かれます。なるほど、はい、じゃあ墓場さんどうぞ、はいはい、私の字変わる、はい、変、はい、まあ、これはやっぱり一番大きい出来事って、はい、やっぱ時代が変わったじゃないですか。あ、まあそうですね、令和になったっていう、はい、もうそれです。それだけ。いやいや、ね、めっちゃあったよ。そうですよね。1年あでもね、私の中ではイチロー選手の引退ってもうすごいちょっと大きい出来事なんですよ。なんかあれだけこう活躍して47歳まで頑張ったイチロー選手が引退するっていう、なんかちょっと一つなんか時代が変わったような感じがするんですよね、うんうんうん、やっぱりなんかそれの変わる時代が変わるっていう時代が変わる、そうなんか一つこう時代が変わったなっていうので、やっぱりそれが一番大きいですよ今年は2019年は。でもどっちですか、どうですか。
話聞いてみて、はい、和っぽくないですか？そう、負けないですか？いやでもね、結構ね、こじつけ感はありますよ。あの、和になる、いや、和、その和は輪っかの和だもんっていう。いやいや、それはただのこの縁じゃないですか。はいはい、この和ですから。和ですか？令和、はい、みんなでチームで和、はい、和アピール、はい、まあ、日本の和国アピール、はい、うん、なるほど。どうですか、僕の見てもまだ大丈夫ですか、自信ありますか？こっちの方が直接的かなっていう、やっぱり。まあまあでもね、はい、結果はね、うもう多分出てると思うんでね。出てないですね、はい、ちなみにこの去年の感じって何だったんでしょうね。はあ、何だったんだろう。ちょっと去年の出してください、ここでスーパー。去年ちょっと待ってください、去年2018年感じ、はい、あれです、あの災難の、結構あれですね、プラスの文字じゃないんですね、はい、そうですね、災いに決まりましたっていう。災害が多かったからか。そうですね、あの、うん、まあ、地震、台風とか、うん、まあ、災害の意識が高まったとか、災害があったとか、うん、っていうところで、あと2位は、うん、あの平成の兵役、で3位は終わる、はい、4位は風とかね、はい、5位っていうところで、まあ、あのあったんですけど、3位らしいです。3位だったんですね、はい、うん、ちなみに2017年は北、はい、北朝鮮のミサイルとか北海道とかのね、うん、はい、豪雨災害とか、はい、2016年は金、いや、リオでね、あ、そうかそうか、っていうのがあって、はい、だから2019年がね、和に決まるとはね、いや、やっぱね、変わりましたね。変わりました変わりましたね。まあまあまあね、こんなに張り切って言ってますけど、まあまだね、今現時点は発表されてないんで、はい、そう、今12月10日なんですよ、はい、好きなこと言ってますけど、はい、まあね、当日何を発表されたかっていう ね、 そうですね、やっぱ佐々木分かってんなってなるのかね、袴田さん分かってんなってなるのかね、2人ともずこけるのかまあありますけどね、はい、まあちょっとあの並行しながら見てもらうとね、そうですね、楽しめるんじゃないのかなと、はい、じゃあ次は、はい、僕と袴田さんの、はい、今年のです、今年のか、ありがとうございます、はい、今年のです、今年の一文字です。なるほど、はい、浜さんから発表してください。はい、私の2019年の一文字は、はい、じゃん、挑む、はい、挑戦の挑です、はい、まあ、あれですね、私結構この今までの人生本当に安牌で生きてきたんですよ。まあ自分で言うんだからね、はい、安定っていうものを、はい、もうずっと意識して生きてきたわけですよ、はい、はい、もうそれを今年は捨てようと思って、はい、なので私結構今年環境をものすごく変えたんですよ。例えば何ですか？アナウンサーの入ってた事務所をまあ辞めて、はい、ちょっといろいろちょっと自分で挑戦してみようかなみたいなところがあって、はいはいはい、でまさか YouTube をやるとも思ってなかったんですけど、はい、YouTube をやるってことで、え、なんでやることになったんですか？はい、僕の理由は知ってるんですけど、はい、なんで袴田さんはあそこにいることになったんですか？一番最初の、いや最初は、はい、あのゆたかさんのチャンネルに、はい、まあ、野球結構知ってるから出ないかって言われて、はい、1回出たんですよ、はい、でそしたらなんかセカンドチャンネルかなんか始めるから、はい、そこまでやらないかって言われて、はい、で、うん、いいですよみたいな形だったんですよ、はい、でそしたらゆたかさんのセカンドチャンネルかと思いきや、はい、なんか行ってみたら、はい、里崎さんだったっていう。その日にですか？あの日？いや、その直前ぐらいに、はあはあ、何日か前に、はあ、あ、里崎と組んでくれるみたいな、はあはあ、あ、聞いてないけど、まあ、よし、挑戦だみたいなあの、豊さんに、里はね、よく喋るからね、いいと思うぞ、みたいな感じであ、OK っていう感じでだってね、こんなに今、わけあいあいといろんなことやってますけど、はい、会ったの、本当、7月の終わりぐらい初めてですもんね。そうですね、人生で話したのはね、はい、そうです、そうです、うん、なので、この動画の私たち2人で出始めた動画、はい、あれ本当に初対面で撮った動画ですもんね。そう、一番最初ね、はい、だ今日 YouTube 始めますみたいなの、はい、その日ですもんね、はい、初めてプライベート情報何も知らない時に、はい、こんにちはみたいなね、そうですね、これで働いてるわけですよえ、はい、とアナウンサーみたいなの今年ですか？
まあ、アナウンサー自体まだ続けてはもちろんいるんですけど、あ東北の、あ東北のアナウンサーを辞めたのは、去年です。お2017年の3月に辞めたんです。で、こっち来てフリーになって、うん、まあ、一応事務所に入ったんですけど、よしちょっと私はいろいろとやってみたいことがいろいろあるぞっていうのがあって、うん、よしやめようと思って。え次今一番やりたいのは何ですか？それはちょっとね、あの今いろいろちょっとおいおいそうですね。ああおいおいね。おいおいちょっとずつ進んでいってますからね。そうですそうです。ここで全部はね、うちの人間ですね。いろいろと画策してますから、ね。はい。ということで、まあ、結構いろいろ安定できてきた私が結構安定を捨てて、いろいろと、まあ、挑戦する年になったかなというのは思います。じゃあもう2020年の一文字は挑戦かけないですね。継続とかやめてくださいよ。そうですね。いや、もっと挑戦みたいな。あでも一文字つけた。そうですよね。いやでもね、挑戦はしてみたんですけど、まだまだこれからだと思ってるので、あのまだ感じは変わってくると思います。どうですか、いい感じですか？いい感じの予想してた通りですか？はい、それともあやっぱちょっとね、あれですよ。最初に想像してたよりは低迷期みたいな悩む時期ってあったんですけど。今ちょっとこう来てますね。来てですか？あの気持ち的にすごく、はい、じゃあ2020年私はすごい楽しみです。いいですね、はい、じゃあ里崎、はい、2019年これです。動くです。お動いたんですか？いやまあこの YouTube 始めたのも大きな動きでもありますし、はい、いやそうですよね。あのやりたがりだから、うん、いろんなことやるんですよね、はい、いろんなことのまずさらに、まあ、毎年毎年大きく動き出してるなっていう、はい、またこのなんかこう躍動の1年だったし、うん、今もあのまだ出せない話でビッグイベントがもう進行中なんですよ、はい、でもまだ出せないんですけど、はい、これがまた言えるようになったらすごいビッグニュースになるんですけど、そういうのもあの裏で進んでますし、佐藤さんの自身のことですか？そうですそうです、僕自身のことです、はい、でもありますし、あのまあ新しいことをまたどんどんやってるっていうのもありますし、あのいろんなことが、うん、まあ、動いたなっていうね、はい、まあ、動きながら楽しめてんなっていうところはありますけど、うん、最高ですね。まあ、またいろんな変化があったなっていうこの1年間、うん、だから袴田さんとよく似た感じですね。あそうですよね、はい、よく動いた。私もまあ動いたってことですからね。そうですね、いろいろと、はい、だそういった面でまたね、袴田さんもそうだし、このチームの人もそうだし、はい、出会わない人とまた出会って、だからそれが引退してから面白いなっていう、それはありますね。やっぱり新しいこと始めないと出会う人たちも変わらないじゃないですか。そうですそうです、はい、YouTube 最初は YouTube か、 YouTube ってあんまり馴染みなかったので、どういいのかな、どうしようかなって感じだったんですけど、それでまあ佐藤さんと出会いますしね。そうですね、うん、上がるもあるんですか？今袴田さん人気が上がってますからね。あ上がるもあるんですか？そうですかね、うん、でもあれですね、じゃあ来年の書き初めっていうんですか、あれ、はい、書き初めっていうんですか、書き初め、はい、もうやんなきゃいけないですね。そうですね、はい、じゃあ新年やりましょうか。そうですね、今年1年どんな年にしたいかっていう、はい、目標みたいな、その熱い思いを、いい、そしたらね、はい、年末やるときにどうだったか答え合わせで、はい、今年夏からやってるから答え合わせがないですもんね、はい、そうですね、はい、確かに。じゃあ答え合わせも込みでちょっとやりましょう。そうですね、はい、あと一つ言っていいですか、はい、もしこれが今年1文字に選ばれたらどうします、はい。意外と動いてますもん ね、いろんなのが、うん、引退した選手とかめっちゃいるんですよ。そうですね、吉田沙保里選手とか、はい、だから新たな挑戦とか、あ、確かに、どうします？あこれがもし今年一文字に選ばれたら、はい、最初の予想何だったらやりたい、うん、そうですねまあでもね、はい、皆さんもね、自分自身のね、はい、一文字をあのコメント欄に書いてもらってね、はい、で今年1年どんな年だったかね、うん、っていうので、まあみんなでね、はい、それを見て楽しみながらね、うん、こう意見交換とか交流できたらいいですよね。はい、はい、そうですね、みんなで分かち合っていきたいですね。そうです、そう、あと、はい、もう一つ思ったのは、お互いですけど、うん、もうちょっと字上手くなりたいですね汚い